さあまずはホーム YSCC 横浜のスタメン予想フォーメーションでご覧いただいております。こちら前節 SC 相模原戦の、まあ、後半選手が交代しましたけども後半スタートからのメンバーと同じと、いうことになります。ゴールキーパーは小玉です。で3バックは右から二階堂、まあ、藤原がおそらく真ん中だと思いますが花房、アンカーの位置に中里、右のワイドに柳、左に古賀、インサイドに堂本と茅沼、そして前線は福田と今日はピーダーセンヨーンがスタメン、ピーダーセンヨーン、そして二階堂は初スタメンということになります。さあこちら、ギラバンツ北九州のスタメン予想フォーメーションでご覧いただいております。ゴールキーパー吉丸健信は、今季初スタメン初出場ということになります。ディフェンスライン今日は右に前田が入ります。村松、大石、乾、そしてボランチの位置に岡野と井野文太もこれ今季初スタメン初出場、トップ下に前川、右に野瀬、左に岡田、そして前線にはコウ・スンジンというメンバーになっています。これどちらが取るかというところですが柳がボールを奪いました。そしてカウンターの形になります。左のスペース福田がボールに追いつきます。福田仕掛けます。さあドリブルで仕掛けて右足振っていきましたが最後はゴールキーパーの吉丸が触ってコーナーキックになっています。ここは福田が得意のドリブルで仕掛けていきました。最後は吉丸健信のセーブ、コーナーキックです。スリーバックの右二階堂がボールを運びます。そして柳です。柳から右のスペースに出たのは茅沼優生、中に3枚入ってきました。茅沼からのクロス、ピーダーセン用のヘディングシュート、福田がこぼれ球というところでしたがゴールキーパー吉丸のセーブです。前田グランダーのボール乗せがワンタッチしてさオーバーヘッドでシュートを打って最後頭で決めていきました。前川です。ギラバンチ北九州先制です。0対1、最後決めたのは前川。デザインされたコーナーキック、前田のボール野瀬流星がフリックしてオーバーヘッドコースンジン、そして最後は前川大河がヘディングで流し込んでいきました。さあ中里の左足、そしてセカンドボール拾ったのは福田です。ボックス内密集になりますがセカンドボール打っていきました。そしてこぼれ球押し込めるかというところ、ネットが揺れました。 YCC 横浜追いつきます。1対1。ここはかなりこのセカンドボール福田が拾ってからの、まあ、何度もシュートを打ってた茅沼、そして最後は押し込んだのは藤原でしょうか。茅沼が打って藤原が打って福田が詰めて最後は藤原ですね。さあ乾がワンタッチして岡田、もう一度乾、乾が中に入れて前川です。前川から右サイド野瀬が右足で折り返して最後はコースンジンのヘディングシュート、うまく左から右へボールを運んで野瀬流星のクロス、最後はコースンジンのヘディングシュートでした。児玉のところにプレッシャーありますが縦に入れてピーダーセンヨン、そして堂本です。さあ堂本1対1を仕掛けて中に入っていきますがクロスを送ってファーサイド茅沼のヘディングシュート、ただこれはサイドネットでした。一瞬ネットが揺れたので入ったようにも見えましたがファーサイド茅沼のヘディングシュート、これはサイドネット。さあこのセカンドボール岡田です。そして伊能のシュート、クロスバー、
惜しいシーンになりました。キラバンツ北九州。さあスローインでゲームが再開されます。まずは柳、ゴールキーパーの児玉まで下げて、児玉から左サイド前線にボールを送って、ここに松村がいます。キーパーの前で触ってというところですが、キーパーとの接触になって、これが PK です。キラバンツ北九州のゴールキーパー吉丸にイエローカードが提示されました。さあ PK です。完全に逆をついていきました福田翔。 YSCC 横浜2点目です。スコアの方は2対1。21番福田翔はこれが今シーズン6点目になります。さあ北九州はゴールキーパー吉丸からのロングボール、最後は花房がボールをカットしたところで笛が鳴りました。今映っています21番の福田、今シーズン6ゴール目ということになって、それが決勝ゴールになりました。YSCC 横浜対ギラバンツ北九州、ゲーム終了しています。スコアの方は2対1。